開けて、開けて、開けて。うーわ、汚ね。ふんやん。はいどうも、シラモンです。まあね、バレンタインということで手作りのね、生チョコレートを作りたいなと思います。頑張るもん。この板チョコ3つと生クリームとバターですね。バター 20g、 これでなんか生チョコ作れるみたいで、早速ね、ちょっと作っていきたいなと思います。これね、生クリームをこれを90cc、少なね、これまず、細かく切るとところですね。チョコレートってね、もう缶からもう手作りでまず作ることがないよね。うまく切れへんな、これ。でも世の中の女の子はこんなことしてんねやろね、ほんま。ね、もらいたいの手作りチョコ、逆にほんま。ずるきえで、ね、いっかも、割るかも、ね、割ろう割ろう。これを入れてと、で泡立て器で混ぜると。炒める方がいいか。あ、溶けてるわ。なかなかこれいい香り。この香りがね、画面の向こうに伝わらないっていうのはほんまにね。ほら、ええ感じで、ね、いい感じはどうでしょうか。で、ここにバターを加えると。おお、バターを加えると。こっちか。バターを 20g。 バターを入れて、さらにね、いい感じですよね。こんな感じかな。ほんま料理とか作れへんからね。喜んでくれるのかしらね、あの子は。して、あれ100円ショップとかでね、この安く売ってるんでね、こういう情報も入れとこうかな。味に熱っ、うん、チョコレートだね。冷蔵庫入れましたとね。これで1時間待つ。お、固まってる。なかなかこれいい感じ。はい、といったわけで、先ほどのチョコレートをね、細かく切ってこの箱の中に入れましたよ。これをね、あの子に届けたいなと思います。よいしょ。お疲れ。
呼び出してごめんな。なんなん。いやいや、まあ、今猫動画回してんねんけど。動画回したん。うん。何俺あの今日の映画ワールド Z だから早く帰ってみたいんやけど。まあ、その話は置いといて。え、2月と言ったら何でしょうか。2月。うん。2月と言ったら節分もあるけども、もう一つ、もう一つ、うん、2月と言ったらあれあれ、もう、女の子のあのね、ウルウド氏あるやつ、ウルウド氏、うん、もう鈍感だな鈍感だな、もう言うはバレンタインですよ、バレンタインね、バレンタイン、はい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 、どうした。まあ、安田君にね、ちょっとチョコレートをね、あげたいなと思ってこれ、作ってきたんですよ俺にどうぞ、うん、まあ、俺、今年初めてバレンタインもらわないけど、うん、1個目、シナモンな。そうです食べてもらいたいなと思って意味わからんやん。もうシナモンからチョコもらえんの。俺愛情がこもってるんで、ぜひ食べていただきたいなと。ガチガチのハートやん。うん、まあ僕の気持ちですわ、これが。ハートの中にハートあるやん。うん、すごいね、これ売ってたわ、この箱。え、何、俺にくれんの。うんいらねえいらなさすぎるやろ、お前。そんなこと言うなや、同期やないか。何何、急にこれを何もらって。いいの、開けて開けて。うーわ、汚ね。ふんやん。ふん言うな、ふんって。食べ物、食べ物汚ね。いや、見た目は汚くても中にはね、まあ、愛情もこもってるし美味しいですよ。ふんやって、これマジで。ふん言うな、ふんって。いやいや、いや美味しい、生チョコ、生チョコ。バリふんやん。何だっけ、まあ、もうちょっとさ、綺麗に作ろうと思えへんの。俺が言うのもないけど、まあ、それはめんどくさかったもん。なんかちゃんと型取るとかさ、それはめんどくさかったもん。これお前、これ市販で売ってるやつを溶かして市販に売ってる形にしてるやん。そうやで。いや、より美味しくしてるから。お前、切ったものが見た目大事やで、こういうの、うん。まあ、箱だけね、箱だけ、箱でごまかせるから。これ食べんの。うん、マジで。どうぞ。ちょっと待って。うわ、今日はもうめっちゃついてるし、うん、服ももうないし、なんかティッシュ的な。あるある、お仕事ね、ちゃんと用意してんの。そういうね、僕は気の利くところあるから。めちゃめちゃ気持ち悪いねんけど。うわー、マジか。お仕事あるしね、これ。待って、なんすな、もう、まあ、寒いから食べてくれへんかな。世界の寒いね、外やから。アフリカ行った時の原住民のなんか食べてる珍味みたいなやつやん、うん、そんな、例えばいらんもん。そんなセンス出さんでええね。寒い。いただきます。どうぞ。いや、まあ美味しいけどさ。やった。いや、美味しいけど。いやいや、それ美味しいよ、美味しいけど。いや、やっぱ見た目大事やな。見た目。いや、まあ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 、うん、もう一個いくわ、じゃあ、うん、もうさ、この形にこうなってるけどさ、もうひっついてぐちゃぐちゃやん。しゃあない、それは。もうちょっと勉強するわ、ちょっと作り方を。いや、まあまあ味は悪くないよ。やった、大成功。バター入れてる。バター入れてるよ。といったわけで、あのシナモンのバレンタイン大作戦成功といったわけで。いや、あとは捨ててもいいですか。食べ物を粗末にしちゃダメなんだね。いや、うそやけど、うん、いや、まあまあまあ味は悪くないよ、うんうん、といったわけで、あの以上です。安田君、ありがとう。マジで見た目、見た目大事よ、うん、見た目大事。わかりました。次ちゃんと見た目大切にして。もう取れへんもん、ほら。じゃあ、あの、さよなら。ほら、ネタ作り頑張ってね。ほら、もう取れへん。